Welcome to Dushta. I'm at Cyber City Mirabilis Talo on Virtual Market 4. Today I'll show you a booth called Tackle Box with the owner. Let's go! はじめまして、サークル名タックルボックスのタックと申します。ロボット系のアバターをメインに制作しています。よろしくお願いします。このブースでは今回僕の最新作のロボットアトラスを展示しております。アトラスをよく見えるように今回透明の階段がありまして、で2階と屋上に登って後ろの方も360度じっくりとディテールをね細かく見ることができます。ロボットアバターってどうしてもなんかこう人間の体とちょっと乖離してくるので、このアバターは肩幅がすごい広いんですよ。そうするとフルトラッキングの時に手をね横に開いた時にどうしてもこう伸びきらないっていうことがありまして、で今回 VR チャットが Unity 2018に対応したことによって使えるようになったコンストレイントっていう機能を使って、腕をサブアームのように使ってまして、フルトラでもちゃんと横に伸ばせるようになっております。この調整が一番苦労しましたね。一番見てほしい点はロボットのフォルムですね。前回は女性型のロボットアバターを展示したんですけども、最近 VR チャットでも男性型のアバターが増えてきたっていうこともあって、それで今回僕はマッシブな逆三角形の体型のロボットで、腰が細くてで太ももとか結構太かったりして、男性型のイケメンロボットを作りたかったんですね。それとあとは腕のキャノンがこう伸びて展開するのと、ブレードが展開するようになっておりまして、これでねガシガシね戦ったりパブリック化になった時もね試着ができるようので、ぜひ試着しに来てください。タックルボックスはブースとバーチャルマーケットベータで販売しております。あとエレクトラという女性型のロボットも販売してるので、よかったらお手に取ってみてください。よろしくお願いします。タックルボックスのタクでした。 Thank you for watching. See you next videoThank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.